日本海文学大賞は日本の文学賞の一つ。北陸中日新聞が主催し、小説部門と詩部門からなる。1990年に第1回が開催され、2007年の第18回をもって終了した。受賞は選考委員の合議によって決定され、大賞の他北陸賞も設けられていた。同賞は北陸中日新聞の発刊30年を記念して、 新進気鋭の小説家、詩人を発掘することを目的として始まった。審査結果は、北陸中日新聞、中日新聞、東京新聞、日韓県民福井などの紙状、および北陸中日新聞のホームページで発表された。対象受賞者、第18回、大島直司笹林第17回、木島二郎安原照彦第16回、 長野治大むお第15回、中条ゆうや大竹明子第14回、木下国重清崎新一第13回、香川敦つおもと香る第12回、ふじたたけしあずまさいずな第11回、高橋愛向井か子しげこ第10回間、ゆうひのき、新平第9回、やないひろひろこ第8回、ゆうひろこがい作なし第7回がい作なし、高橋京子第6回がい作なし、 麦田城第5回、中根進池田星次代4回、河島正司司明第3回、浜田嗣藩、山村信夫第2回、真島実藤吉街頭夫第1回、渡りの組街頭作なし第18回の、最終選考会選考委員小説部門、高田博士、荒井光、松本優子、安部龍太郎、武田雅子氏部門、秋谷豊、西岡光明、岡崎淳。 川月世第18回日本海文学大賞、第2次選考結果日本海文学大賞、小説部門。ありがとうございます。